海道はでっかい道、統率力が溜まったので一章最後の攻略動画です。お宝は東北攻略と変化ありません。そしてメンバーもレベル据え置き。さーて不十分ではありますが、アーティストだけで勝てるのでしょうか。ステージに癖があるがどうだろうか。北海道、制圧開始します。いきなりリッスンが出てくるので間に合わなければアウトです。にゃんこ城の体力解放してないもんな。さあ維持も最後まで通せば立派なものです。九州まではガチャ引けないために基本で攻略しましたが、レア1種類で攻略できるのか、疑問に答えが示されます。ここまで結構危険だったから、無理って遺体が2倍速なんだよな。豚野郎に熊先生にか、生産時間で押し負けそうな気がするんだが。さてそれはどうでしょう。倒せないなら城を叩くまで。北海道制圧しました。まあ次は沖縄だからさすがに。はっはっは、にゃんこ軍団アーティストの実力の片鱗、ゆっくりご覧あれ。生活圏に南国は憧れますが、もう引っ越しはコリゴリなのでいつか旅行に行きたいです。願望はいいから攻略していこうぜ。さあアーティストよ、お前の心の何かをその筆で示せ。実家を告げない呪われた体質ゆえ、努力に努力を重ねれば、すんごい未来が待っている。まだ実力は発揮されませんが、お宝が揃った時あなたの能力は何倍にも変わるのです。ここをクリアしたら残りは西表島だけ、その強さを見せておくれ。2倍速でこの時間だから、次以外障害はなかったってことか。さあ日本編第1章最終ステージ、その勇姿を示す時です。さあ次のボスはバンプフ島のカオルくん。今こそ未踏の領域へ踏み出すとき、やってしまうんだアーティスト。芸術家は歴史を動かす存在だということを、その力を持って証明するんだ。だが売れない画家なんだろ。かの有名なゴッホだって生前は売れませんでした。歴史に名を刻めればいいので、大丈夫、うん。ちゃんと攻略できるんだよな。言っておくがここまで来て他のキャラの介入はもちろん、にゃんこ法も認めないぜ。あやったろうじゃないのさ。私の頭脳が導き出した答えを知って、笑え。どういうことなんだよ。ゆっくりとだが劣勢に傾いてるんだぜ。何ができるって言うんだ。敵の出撃パターン解析、再生産にかかる時間並びに個体名アーティストのスペック、能力個性並びに演算開始、宣言します。敵はニャンコ法の射程圏内に入ることなくこちらの勝利で終わります。おい、押されてるしお宝だって最高じゃないんだぜ。見ろ、カオルくん少し移動してるじゃないか。ヨタ話だったら承知しないぞ。にゃんこ大戦争は数字の計算で攻略できます。さあライン際に追い詰められてますが、この線から先は踏ませません。そんな根拠もないハッタリなんて信じられるかっていうの。言ったはずですよ。この線を越えることは叶わないと、カオルくんは現在ステージの5分の1を進行。計算で算出した情報は覆せない。にゃんこ軍団がにゃんこ軍団である以上、敗北などありえないのです。バッバかな、あそこまで押し込めたんだぞ。負けないとしてもにゃんこ法の射程に入ってもおかしくないだろ。答えは実に簡単。にゃんこ法の射程は一切レベルアップしてないのです。まあそういうことですよ。何ブツブツ言ってるかと思わせてこんなオチかよ。皆さんは騙されてはいけませんよ。もちろん悪用もダメ。さあ四国から西表島まで長かったですが、あとは数を増やして叩いて終わりです。敵はまだまだ出てくるみたいなんだが、頼りになる後方支援もなければ、しっかりとした壁があるわけでもありません。彼らに待ち受ける未来は、少しずつ溜まった負債の返済。お城にご注目、もう残り体力そんなにありません。単体攻撃、足の遅さ、再生産のやや重め、それでもなお答えは始めた時から決まっていたのでした。これを結果論から来る算出って言ってな、みんな騙されるんじゃねえぜ。以上をもちまして証明に変えさせていただきます。エンディングが流れたところで、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はレベル1での西表島攻略に挑戦です。お宝取れてないからまあいいか。